皆さんこんにちは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。よろしくお願いします。商いは稼働カード2023年3月号のダイジェスト版をお届けいたします。商いは稼働カードは新時代の経営力を磨く月刊誌として、リーダーシップの磨き方、元気な組織の作り方、売れる商品開発、売れる営業など本質の経営力を高める専門誌です。今月の特集は、今話題のチャット GPT を私、長谷川が執筆させていただきました。そして、おすすめのビジネス書籍として、ありそうでなかったアイデアの作り方という本をですね、紹介します。この本は石川和也さんという方の著書なんですけども、この石川さんね、数々のアイデア商品を開発してですね、いろんな賞を取ってるらしいんですね。で、非常にですね、ユニークな商品をこう開発されてるんですけども、ただそのテーマがですね、例えばガムテープだったりとか、付箋紙だったり鉛筆だったり、非常に身近な商品なんです。で、その身近な商品に新しいアイデアを付加して開発のアイデアをですね、提供してるっていうね、ちょっと面白い方ですね。ぜひですね、お読みいただけるといいではないかなと思います。それでは特集ですね。今月の特集は、本格的な AI 時代到来、話題のチャット GPT とは何か。皆さんはチャット GPT、当然ですね、聞いたことがあると思います。今、テレビとか新聞、そして雑誌、ネット上でですね、非常に話題になっており、このチャット GPT のですね、ニュースを見ない日はないと言っても過言ではありません。11月30日にリリースされて、5日間でね、ものすごい登録数、確か1000万人だったかな、行ったのかな。それで2ヶ月ほどで世界で1億人の登録者数を突破したというね、もう驚異的なスピードで拡散しております。このチャット GPT っていうのは対話型の AI ですね。いわゆる人工知能で、何か質問を投げかけるとテキストでしっかりと返してくれるというですね、非常に優れものです。私ね、このチャット GPT 知ってからすぐにですね、利用し始めたんですけども、非常に便利です。例えば、マーケティングのセミナーを開催したいので、コンテンツを考えてくださいとチャット GPT に投げるとですね、もうね、ガーッとね、こういった内容でどうですかっていうのを返してくれます。ですので、まあね、コンテンツ考える時間が削減できるってこともあります。まあその他にもね、小説も考えてくれますね。例えば、米倉涼子さんが主演で、新潟市を舞台としたサスペンス映画のプロットを考えてください。という質問を投げかけると、チャット GPT はですね、考えてくれるわけですね。で、驚いたのが、こんなことがありました。マーケティングのセミナーのタイトルを考えてくださいっていうのを質問投げかけたら、まあ5つぐらいこう出てきた、10個ぐらい出てきたんですけども、その後に、マーケティングのセミナーのタイトルで、より参加者が、の心をつかむようなタイトルにしてくださいって言ったら、もうちょっとね、キャッチコピーが強烈になってですね、お、これだったら集客できるなっていう感じのですね、タイトルをですね、考えてくれました。まあ、こんな感じでですね、チャット GPT、広がりを見してるわけなんですね。で、先日見たのはね、すごかったですね。ホームページの作成をチャット GPT で自動生成してみようっていう取り組みを YouTube でされていた方がいて、もう会社名からまず考えていくと。うん。これこれこういう風な業種の会社なので、会社名ね、を考えてくれってところが入っていって、で、ロゴを作って、あとはホームページの、じゃあコンテンツはどういう風なものがいいですかって言って、最後はきっちりとですね、ホームページを作成するっていうね、これはですね、すごいなと思いました。で、その他ね、プログラムを書いたりとか、いろんなことができるようですね。ただ、一点。画像だとかビジュアルに関しては、その辺はちょっとね、できないようなので、一応テキストですよね。テキストであれば、いろんなことができそうです。で、これ、こういうふうな AI がですね、どんどん我々の生活に入ってくると、どういうことが起こるかっていうと、高学歴者のホワイトカラーの仕事がどんどんなくなっていくってことになってしまいます。これね、
意外と早くですね、精度の高い AI がこうやって多くの人に利用されているので、どん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 開発のですね、精度も上がるし、スピードも上がってくると思うんですね。ですので、我々が日常的に使うっていうのも、もう今でもね、チャット GPT は日常的に使ってますけども、どん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 その広がりは、広くなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひまだ使ってない方がいらっしゃいましたら、もうすぐにでもね、使ってみてください。それでは2023年3月の日替わりのコラムとなります。はい、3月1日水曜日、ネットならではのいたずらを紹介しますということで、これは私の経験ですね。昨年の12月28日だから9日にですね、大阪の結構大きな会社の役員の方からメールで問い合わせがありました。はい。何か営業関係のですね、ことで相談したいことがありますっていうような問い合わせだったんです。それでもう正月にね、入ってしまうのでということで、正月明けの1月4日だか5日にですね、そこの会社に電話をかけました。もう問い合わせ本部でね、結構詳細なことが書いてあったんですね。で、携帯電話まで書いてありました。で、かけたところですね、先方の執行役員の方でしたね、営業関係の。そしたら、ああ、先ほども電話かけていらっしゃいませんでしたか?なんてことを聞かれたんですけども、いえ、初めてかけるんですけども、実は問い合わせフォームからですね、これこれこういうふうな問い合わせいただいたので、まあ、詳しい話を聞こうと思って電話をかけさせてもらいましたって言ったら、実は、そういった記憶が全くない。要は問い合わせフォームで問い合わせをした記憶が全くないんですって言われたんです。そしてさらにですよ、他の会社さんからも私のところにもかかってますし、営業部の他のメンバーのところにもこういった問い合わせをいただいたんですけどっていうことで電話がかかってきてるんですっていうことだったんですよ。いや、それ何かね、情報漏洩か何かしたんじゃないですか?なんて話をしてですね、まあ電話を切ったんですけども、まあですね、このホームページの問い合わせフォームを使った営業っていうのは盛んなんですけども、こういったいたずらも熱に出てきたんだなと思いましたんで、皆さん気をつけてください。2日木曜日、営業マンはどのくらいで独り立ちできるのか?まあね、どうなんでしょう。営業をやってる方でいればですね、やってる方であれば、まあ独り立ちなんで、要は、先輩とかにね、ついていって、まあ同行して、一緒に営業を体験するとかじゃなくて、まあ一人で営業できるようになるまでにどのくらいかかるのかっていう話なんですけども、まあ最初のね、教育にもよりけりだと思うんですよね。うん。そうすると、まあ、独り立ちまでのですね、期間っていうのは、通常の会社であれば、本当に早ければ2、3ヶ月。遅くてもね、半年もあればね、独り立ちはできるんでしょう。ただ、その間、どういうふうな、そのプログラム、カリキュラムで、新人の営業マンを育てるかっていうのは、これ非常に重要ですね。ちなみに、弊社のクライアントで、営業未経験者の方が、最速で独り立ちしたっていうのは、わずか1ヶ月という記録があります。それどういうのをやったかって言ったら、まあ、弊社で考えてあるこのプログラムがありますので、それをですね、しっかりと、まあ、研修とロープレをで、まあ、叩き込んだっていうね、方ですね。そして、まあ、独り立ちの前に、1回だか2回、一緒にですね、営業についていって、まあ、大体の感じを我々の方で把握して、こうした方がいいんじゃないですかっていうことで、アドバイスをしました。そしてその後はもう一人で営業をずっとやってるというね。早ければだから1ヶ月でも不可能ではないっていうことですね。ただ会社によってはこれこれここのレベルまで行かないと一人で営業には行かせないよっていう厳しい会社もいらっしゃいます。います。大手なんかはね、そういうとこ多いと思いますので、まあそこは会社によって違いますよね。ただですね、やっぱり経験とか我流でですね、教育してもそんなに1ヶ月とか3ヶ月でね、独り立ちはできませんので、しっかりとしたカリキュラムを作るっていうこと、そしてプログラムとかマニュアルもしっかり作るっていうこと、ここ非常に重要なことになると思います。3日金曜、自分にありがとうを言うと人生が、好転する。ですね、ある日ね、ちょっと新聞見てたら、一面の、一番下の広告欄に、ありがとうを、伝えるとか、どんどん幸運になるとかって本がね、こう広告があったんですね。
それどういうことかって言ったら、簡単なんですよ。自分の名前にありがとうと唱えると、強運になる、守られる、病気になりにくくなる、なってもすぐに回復すると書いてありました。それで、まあこんな感じですよね。私の場合だったらね。長谷川さん、ありがとう。いつも感謝してますね。とかっていう自分で自分に、感謝とかねぎらいの言葉をかけていくってことなんですけども、つまりこれ自己肯定感をね、高めるってことにつながるんじゃないかなと思います。ちょっとね、スピリチュアルっぽいんですけども、まあこういったことね、自己暗示って言えばそれまでですけども、なきにしもあるだと思いますので、こういったことも活用しながら、前向きにですね、行動するといいんじゃないかなと思います。4日土曜日、統計は物語る、思い込みと現実の違いっていうことですね。確かワールドカップでしたかね、サッカーのね。で、日本がですね、クロアチア戦で、結局 PK 戦で負けたんですよね。それで、この PK の話なんですよ。いや、PK 戦、PK で成功する人と成功しない人ってどうなんだって、まあ、確率の話ですよね。ただ、やっぱりね、成功する人っていうのはやっぱり有名選手だと我々は思い込んでしまいますよね。で、そこで、そういうのを研究した人がいるんですね。期待の科学っていう本がありまして、そこにペナルティキックの話が書いてあります。まずですね、ランク1としてペナルティキックの時点ですでに最高の地位にあった選手、FIFA の最優秀選手賞を獲得した経緯のある選手など、これがランク1。で、ランク2。後に最高の地位を得る選手で、ペナルティーキックの時点ではなく、その後に同等の賞を取った選手を指しますと。これがランク2。ランク3が最高の地位にはいない選手。PK の前も後も主要な賞を獲得しなかった選手がこれに該当すると。じゃあ、このね、3つのランクの中で、どのランクの人が成功率が高かったか。このランクで最もまず低いのから言いましょうか。なんとランク1の選手で 65%。すでにですね、最優秀選手賞とか取ってる人ですよ。一番有名な人。で、最も成功率が高いのはランク2の選手ですよね。これ 89%。今はそんな最高の地にはないんだけど、このペナルティキックの後ですね、後に、まあ同等のね、最優秀選手賞とかを取った人ってことですね。で、ランク3の選手はその中間で成功率が 74%。つまり一番技術があって有名な選手がペナルティキックを外してたっていうね、我々の思い込みっていうのは恐ろしいもんだなと思います。5日日曜日、目的に合った画像を AI が生成してくれる。これもね、また AI の話で申し訳ないんですけどね、AI素材.com っていうサイトがあるんですけども、そこに行くとですね、まあ、AI がですね、あなた用にお好きな画像をですね、生成してくれるっていうサービスなんですけどもね、うん。で、こうなると、例えば、まあ、写真ですよね、画像の有料サービスって結構世の中にありますよね。まあそういうののサービスももしかしたら淘汰されていくんじゃないかなと。AI があなた専用のですね、画像をこう、ちゃんとね、生成してくれるってことになってくると、そっちの方に、どうせお金払うんだったらそっちに流れるんじゃないかなっていう気がしています。で、今日冒頭紹介したように、チャット GPT の話もありますし、AI の精度ってのどんどん上がってますので、やっぱりこれからですね、AI をどう使っていくか、これポイントになると思います。6日月曜日、町の電気屋さん、それは何ですかっていうね。町の電気屋さんとか言って言われても、Z 世代の人たち、もしかしたら、町の電気屋さんって何ってね、思うかもしれません。まあ、それぐらいね、町の電気屋さんが少なくなったっていうのが要因の一つとしてありますし、家電といえば大型量販店ね。ああいうところを想像する人がほとんどじゃないかなと思うんですね。で、それで、実は町の電気屋さんもですね、今生き残りのための戦略をいろいろね、やってるんですね。例えば、高齢者向けのスマホのね、教室やったりとか、家電のサブスクのサービスもやってる。あと、パン屋を始めたとかね。まあ、いろんな取り組みをやってるんですけども、うん。まあ、面白いですよね。
このように小さな小売店、まあ、家電屋さんも含めていろいろありますよね。どういうふうにね、これから変化を見せていくのかっていうのも、ちょっと楽しみだなと思いました。7日火曜日、どうしたら緊張を取り除くことができるのか。いやー、緊張ね、しますよね。初めてのことだとね。私なんか今でもですね、処方ですよね。営業で、要は初めて訪問する。そういったシチュエーションだと非常に緊張します。まあ、ただ自分で言い聞かせてるのは、この処方で緊張しなくなったら、もう営業のやめ時だなとは思ってるので、まだまだですね、すごく緊張するので、まだやめなくてもいいみたいです。はい。いや、それでね、緊張をしないための方法っていうのはね、いっぱいありますよね。うん。それで、まず考えなくてはいけないのは、緊張は悪いことだっていうふうに思い込まないことですよね。ところが我々常識とか思い込みでそう感じてるじゃないですか。緊張イコール悪。リラックスイコール善みたいなね。まあ、それを取り除くといいんじゃないかなっていうことなんですね。で、じゃあどうしたらいいか。緊張を上手にですね、味方につけるってことなんですね。なので、過度の緊張っていうのはやっぱり、いけませんけども、ちょうど適度な緊張っていうのは、むしろ、いい方向に行くそうなので、その緊張を和らげる方法ね、全くなくすっていうのは無理だと思いますので、和らげる方法を我々はいろいろとね、試行錯誤して、身につけるといいんではないかなと思います。8日水曜日、営業マンの悩みは尽きない。営業マンは孤独だ。いや、本当にね、私もそう思います。営業マンっていうのはね、こう、2人、3人、4人という集団で、まあ、組織で活動するわけじゃないんですね。まあ、当然ね、ペアでやってるところもありますけども、ほとんどの営業マンが1人で行動してると思うんですね。それで、一人で行動するとどういうことが起こるかって言ったら、やはり、まあトラブルっていうかな、例えば壁がね、目の前に現れましたと、あと難しい案件が来ても、ね、すぐに相談できる人周りにいませんから、外出してれば。そうするとやっぱり自分でね、全部判断してしまうことになります。自分で判断するっていうことはあくまでも自分の頭の中、その頭って言っても無限大にね、拡張するわけじゃないんで、やっぱり制限があるわけです。で、そうすると、なかなか自分で気づかないね、別の視点に、をそこに導入することはできないので、やはりですね、人に相談するしかないんだけど、そういうこともね、忙しさにかまけてね、やらなかったりしますよね。それで、これね、ちょっと宣伝になりますけども、私もそんなことをいろいろ考えてですね、ワンオンワンでね、1対1で1時間、1時間程度ね、営業の方々のお悩みをね、聞きましょうと。まあ、相談ね、受けたまりますってことで、これ無料でね、やってますので、まあ、連絡先はですね、商いは角角の本誌の方を見てほしいんですけども、そうすれば、私1時間ぐらいですね、あなたのお話を聞いて、ちょっとしたアドバイスができると思いますので、まあ、こういったサービスもね、利用してみてください。9日木曜日、竹本ピアノに学ぶポジションの考え方。竹本ピアノご存知でしょうか？まあ、テレビでね、よく宣伝してますよね。でね、竹本ピアノ調べたんですよ。1979年に高知市内のデパート内に1号店を開業した会社なんですね。そして、九州、中国、関西、中部、関東の各地方でピアノの買取業務を行って、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、東南アジアなど世界約50カ国に輸出を行っています。で、大きな特徴は、ピアノ以外の中古楽器は全く扱っていないこと。で、ひたすらね、中古ピアノを売り続けて、創業40年で売上50億円にまでなったそうなんですね。もう、まさにランチェスター戦略。で、ランチェスター戦略をね、貫いてるっていうね、本当にすごいと思います。10日金曜日、人生を変えたなら、変えたいならキャッチコピーを学べ。そうなんです。キャッチコピーが上手くなると人生が変わりますってことですね。これどういうことかって言ったら、皆さんも経営者団体だとか異業種交流会に参加することがあると思います。その時自己紹介しますよね。自己紹介に何を言うかなんですけども、やっぱり自己紹介で言うことは、まあ、淡々とね、会社名だとか名前とか業務内容を言うんじゃなくって、自分の商売を端的に言って、どのようなメリット、要はベネフィットがあるんだよっていうのを言語化して伝えるってことなんですね。
まあ、いわゆるキャッチコピー作ってね、言うってことなんですよ。そうして相手が、あ、ちょっとこの人の話を聞いてみたいなとか、なんか仕事を頼もうかな、そう思わせれば、もうこれはですね、OK なわけですね。そうやって考えると、我々っていうのは言葉で自分の意思をですね、伝えてる、要はコミュニケーションをやってるシーンが多いので、言葉っていうのはやっぱキャッチコピーですよね。このキャッチコピーが上手くなると、人が集まってくるってことなんですよ。ということで人生が変わりますよってことなので、キャッチコピーのスキル、これ学んでおいて絶対に損はないということです。11日土曜日、褒めるべきか叱るべきか、意外と難しい。そうですよね。私も相談を受けることがあります。いやー、従業員のことね、あんまり褒めすぎても良くないと思うしな、かといって叱ってな、やめられても困るしな、ちょっとこのさじ加減が難しいところですよね、どっちがいいんですかね、なんていう相談を私受けることがあります。まあですね、どっちでもいいって言えばどっちでもいいんですよね。褒めて成功した経営者もいるし、叱ってもう徹底的に叱って成功した経営者もいるんで、どちらがいいとかどちらが悪いとかっていう話ではないんですけども、ちょっとしたね、実験の話をしましょうか。はい。まあ、テレビゲームをしている子供にですね、勉強しなさいと言ってやめさせたグループと、そろそろ勉強始めたらどうと優しく諭したグループを作って、ゲームをやめてもらう実験を行いました。その後、子供にゲームはどれくらい面白かったって聞くと、叱られたグループはすっごく面白かったと答えた。一方、優しく諭された方はそんなに面白くなかったと答える傾向がありました。叱られたグループはもっとゲームをやりたかったのにやめざるを得なかったという心理が働く。で、ゲームをやめたのは状況が許さなかっただけのことなので、ゲームに対する強い興味は変わりないってことなんです。一方、優しく諭されてやめると、もしかしたら続けられたかもしれないのに自分はやめてしまったってことになりますよね、自分の意思で。こうなるとゲームをやめたっていう自分の決断を正当化しなくてはいけないので、あのゲーム実は面白くないんだよねっていうね、まあそういうふうな心理になるってことなんです。いわゆるこれね、褒めるっていうかな、まあ叱った、本気で叱ったパターンと、まあ、優しく言ったってパターンなんですけども、まあ、どちらがいいとか悪いとかじゃないんですけどね。まあ、ただ一つ言えるのは、まあ、今の話とは関係ないですけども、褒めるっての結構大変ですからね、これね。叱る方がどちらかって言ったら楽かもしれません。要は、相手のマイナス点に注目して、それを是正させるために何かを言っていった方が、相手のいいところに着目して、うわ、すごいねっていう方の方が結構難しいと思いますので、褒めるっていうのを何かね、まあ部下育成の一つの、まあ方向性として考えてるんだったら、褒めるっていうことのスキルを学んだ方がいいと思います。そうじゃないと、すぐに褒めることがなくなってしまうと思います。12日日曜日、会社というモデルの崩壊が深刻になってきたぞ。いや、これね、驚きましたよね。アメリカですね、では、大辞職と呼ばれる現象が今起こっています。これね、すごいですよ。まあ、簡単に言いますね。このアメリカですね、過去12ヶ月間、まあ1年間ですね、6000万人のアメリカ人が自主的に退職し、フリーランスになったという、これはアメリカの全労働力の全体の 39% ですよ。要は、会社も辞めちゃって6000万人がね、で、自分はフリーランスになって一人で食っていくよ。っていうね、もう会社成り立たないんじゃないかっていう話ですよね。うん。それで退職してフリーランスになるのが一番多いのがですね、20代全般の Z 世代と20代後半から30代初めの、ミレニアム世代って呼ばれる人たちですよね。うん。まあこんな感じでアメリカでですね、あんまり日本では報道されないんですけども、大変なことが起こってるわけですよね。まあいよいよですね、若い人の間でですね、まあ、フリーランスとして生きていくっていうね、人生。これが、加速しそうな気がしております。これね、注目しておいた方がいいですよね。13日月曜日、コーチやトレーナーが求められている時代。コーチとかトレーナーというと、すぐ思い出すのが、やはりプロのスポーツ、まあアスリートたちですよね。もう絶対にこれでコーチとかトレーナーつけてますもんね。
ただね、その時で覚えてるのが、フィギュアスケートの宇野龍馬さんっていう方いらっしゃいますよね。今、その全日本チャンピオンだったりとか、世界チャンピオンなのかな、ちょっとその辺までわかんないですけども、で、その彼がですね、コーチをつけずにですね、日本選手権とか出たことがあったんですね。いやね、残念ながらね、かんばしくなかったんですよ。それで、なんか有名な、世界でも有名な選手がそれを見て、自分がコーチやってやるよって言ってコーチについたら、また復活したんですけどね。それぐらい違うってことなんですね。で、もっと言うと、2006年のトリノオリンピックで、女子フィギュアスケート金メダリストの荒川静香さん。で、荒川さんはもう、オリンピック直前になって、コーチをソ連の、タラソワからですね、ニコライ・モロゾフに変えてんですね。で、これ理由はタラソワでは新しい採点方式に対応できないと判断したからだそうです。それで、まあ、対応できる人としてモロゾフコーチですね、を採用したと。そして見事金メダルを取ったってことなんで、これね、コーチとかトレーナーの役割ってのは非常に大きいと思いませんか？ということで、これからは管理職ね、いわゆるマネージャーと呼ばれる管理職も、どちらかって言ったらコーチとかトレーナーっていうね、スタンスで、こう部下と接した方がいいような気がするんですね。まあそんなことも肝に銘じててください。14日火曜日、失敗の責任は誰が取ったらいいのか。失敗の責任は最終的には社長が取るもんですよね。まあ、ところがですね、私先日ですね、クライアント先でね、ものすごい光景を目にしました。で、その時は、新商品の開発のですね、プレゼンですね。まあ、こういった新商品を開発したいのでということで、役員以下ですね、20名ぐらいいたのか、その席でですね、こう、私ではないですよ。その企業のですね、商品開発部の方がこう発表されたんですね。で、まあ発表が終わって、まあいろんな人がいろんなことを言うわけですよね。こうした方がいい、ああした方がいい、いや、それやめた方がいいとかね、言うんですけども、ちょっとね、驚いたのが、最後社長が言ったんですね。で、社長がですね、〇〇さん、この提案はですね、進退をかけていますか？それほどの意気込みがありますか？っていうような質問をしたんですね。まあ、新しい取り組みだったんですけども、こんな感じでいちいちね、進退を問われたらですね、もうチャレンジする人が いなくなるんじゃないかなっていうね。いや、仮にですよ、ここで、いや、進退かけますって言ったらね、もうこの商品開発で売れなかったらね、やめなきゃいけないですもんね、進退かけるってことになるとね。まあ、ちょっとね、最終的にはやるやらないの判断ってのは会社がするもんですけども、で、ただ責任を取るのは、その進退をかける、社員ではなくて、そんなこと言う必要全くないですよね。うん、最後は社長が責任取るんですからね。だったら、そんなこと聞かずにですね、辞めますっていうね、社長がそういう決断をすればいいんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとこれもね、会社の社風なのかななんて思いました。社員にね、過度なリスクを負わせるっていうのはあんま良くないと思います。15日水曜日、2年間で10倍売れたあの商品とは、まあ、2年間で10倍っていうのは、まあ、こう市場に投入したばかりの商品であれば、それで10倍でも100倍でも、ね、1000倍なんてもあるかもしれないんですけども、今回紹介するのはコロナ禍に入ってからね、10倍売れたって話なんですけども、まあ、皆さんご存知でしょうかね、三電リテルシステムって会社が開発した自販機ですね、ドヒエモンというのがあるんだ。ですよ。まあ、いわゆる、これ、いろんなもの売ってますよね。大きな自販機ですけども、ラーメン、餃子、弁当、餅の煮込み、牛タン、もんじゃ焼き、アジフライ、エビフライ、チーズケーキ、シフォンケーキ、わたあめ、パスタ、ピザ、フレンチや、イタリアンのコース料理などね、もう、枚挙にいとまがないと。まあ、こんな感じですね。この自販機、非常に、街角でも見るようになりましたね。マグロのね、刺身売ってるんですよ。新潟で。これね、ちょっと一回買ってみたいなと思ってるんですけど、今のところね、まだ買ってないですけどもね。うん。まあ、こんな感じでこの自販機なんですけども、なんと2年間でですね、10倍売れたっていうことなんで、これ非常にね、やはり需要があるんだなと思いました。16日木曜日、できる経営者の絶対条件を知ってるかいっていうね。
できる経営者の絶対条件っていうのはあるかないかわかんないんですけども、私が思っているのは、まあ、こういったことですよね。まあ、こういったことっていうのは、要は諦めないっていう強い意志。これって経営者にとって非常に大事だと思うんですね。で、逆に、ちょっとしたピンチになるとすぐにね、諦めるっていう人もいるわけなんですね。で、諦めが早いっていう人は、やっぱり決めつけるのが早いってことなんでしょうね。つまり頑固なんですよね。だから、こういった状況なんで、ここを変えた方がいいんじゃないかなんて言っても、いや、どうせやってもダメだからもう諦めるみたいになっちゃうんでしょうね。なので、こう諦めないっていうのは、会社の中で、組織の中で、一番ね、諦めないっていうパワーを持ってるのは、やっぱトップ、リーダーであるべきだなっていうのは、本当に感じます。17日金曜日、アイデアが出ない、こんな窮地を救うには、そうです。アイデアが出ないって言ってもね、出るわけじゃないんですけども、プロはですね、3つほどですね、アイデアを出すためのですね、テクニックを持っています。あくまでもテクニックですよね。まず1個目がですね、まあ、アイデア出しのですね、発想法とかね、思考法ってのがあるので、それ使うってことですね。わかりやすいのはブレインストーミングとかブレインライティングとかね、欠点列挙法とかマトリックス思考とかマインドマップとかいろいろあります。で、有名なのは KJ 法なんかですよね。二つ目が、これ考えるシチュエーションを変えるっていう、要は場所を変えるだけです。お風呂に入った時とかね、トイレ、あとはランニングしてみるとかね、音楽を聴いてる人とか、いつもとはちょっと違う環境に身を置いてみると。で、最後の三つ目がですね、人に会う。はい。人に会うとね、いろんなこう、キャッチボールですね、会話が発生するので、その中で、あ、そういえばこんなことを思いついたとかね、いろんなのがありますよね。で、相手もなんかね、思いついたりしますんで、まあ、一人よりも二人の方がですね、まあ、いろいろな刺激も受けるし、アイデアが出やすくなるということです。18日土曜日、商品開発の方向性が変わってきたという事実。大きく変わってますよね。これは SDGs のね、影響とか大きいんですよね。で、まず紹介するのがですね、貝印っていうね、メーカーがあります。カミソリとかでもね、有名ですよね、工具とか。それで、三枚刃のカミソリに比べて、98% プラスチックの使用量を削減に成功した、紙製のですね、これ、カミソリがあるんですね。まあ、これなんかもですね、SDGs を十分意識したんだろうなと。あと最近、トイレットペーパー売り場で3倍長持ちコンパクトのトイレットペーパーっていうね。まあ要は、なんだろう。今までと同じ大きさのトイレットペーパーなんだけども、あれなんですよ。まあ2、3倍ぐらいの、量っていうのかな、メートルのやつなんですね。これどういうことかって言ったら、かさばらないですね。本来、12個入りのを2つ3つ買わなきゃいけなかったのが、一袋買えばね、それで、3倍の量になるってことなんで、これも結局、輸送トラックの積み込みがね、少なくて済むってことですよね。これなんかも二酸化炭素のね、排出量削減にもつながっていると。まあ、こんな感じで、社会的な課題を解決するために、の視点で商品を開発している企業が増えてきたという話です。19日日曜日、オリジナリティはどうやって生まれたのか。オリジナリティね、なかなかね、簡単に生まれるもんではないんですけども、いろいろ調べていくとですね、なるほどなっていうのがあります。で、私以前ね、ギタリストでしたので、ギターの話をまずね、させてもらいます。ジャズギターの革命児と言われます、ウェス・モンゴメリーっていう人がいらっしゃいますね。オクターブ奏法っていうので有名です。で、ウェス・モンゴメリーは、昼間は工場で働いて、家族が寝ている夜しか練習ができなかったっていうんですね。このような環境では、音を小さくする必要があります。まあ、うるさいですからね。で、ピックで弾いたらガチャガチャとうるさくなる。で、そこで考えたのが、親指で弾くっていうね。まあ、音がちっちゃいんですよね。それを考えたんですね。それで、まあ、そのままずっとピックを使わずに親指を弾くようになって、その親指からオクターブ奏法っていうのが生まれてね。それがもう全世界に広がったっていうね。まあ、そんなことなんです。それで先日ですね、亡くなった同じギタリストのジェフ・ベック。まあ、ロックギタリストなんですけども、まあ、歌のないようなね、インストゥルメンタルのギタリストとしても有名ですよね。
それでジェフ・ベックも実はね、指でね、弾いてたんですね。これも行き先をこうね、聞くとですね、70年代半ば、ジャズの演奏家と共演した際、彼らの速度についていけずピックを落としたことがあったのです。それでシアン氏もピックを使うのをやめ、指で直接弾こうと決めましたっていうね。このね、ウエスもね、ジェフ・ベックもね、共通してることは、困ったんですよ。うるさいとか、あまりの速さでピック落としてしまったとかね。それで親指で弾くっていうことをこう決意してるんですけども、それがまたオリジナリティにつながっていくわけなんですね。うん。ということで、これもですね、なんかピックで弾かなきゃいけないみたいなね、ギターは。そういう思い込みがあるとなかなかできないですよね。いや別に指で弾こうとですね、舌で弾こうと何やろうといいんですよね。うん。まあ、その辺は思考を自由にしとかないとオリジナリティっていうのは生まれにくいんだなっていうのがわかるかと思います。20日月曜日。お金で買えるもの、お金で買えないもの。これはですね、マダム・フォーというね、風水関係の人ですかね。この方のですね、言葉を紹介したなと思うんですけども、納得ですよ、これは。お金で家は買えるけども、家庭は買えない、うん。お金で時計は買えるけど、時間は買えない。お金でベッドは買えるけど、快適な睡眠は買えない。お金で本は買えるけど、知識は買えない。お金で名誉は買えるけど、健康は買えない。お金で地位は買えるけど、尊敬は買えない。お金で皿は、血は買えるけど、命は買えない。お金でセックスは買えるけど、愛は買えない。まさにその通りですよね。まあ、ビジネスに限らずお金で買えないものね、こういったものを大切にしないといけないなと思います。21日火曜日、営業マニュアルはありますか？ですよね。営業マニュアルがないっていう企業がおそらく 98% ぐらいでしょう。大企業はね、ほぼほぼ営業に限らず業務のマニュアルっていうのはちゃんと作ってると思いますけども、中小企業はほとんどないですね。それで、まあ若手社員がね、新人が入ってくると営業マニュアルありますか？なんて聞いてね、いやいやいや、営業マニュアルなんてうちの会社ないよっていう話なんですよね。うん。そうすると、まあ新人とかね、今時なんかマニュアルとかない会社あるんすか？みたいなね。うん。だってマニュアルさえあれば、だっておよそなんか仕事できるじゃないですかみたいな話になっていくんだけど、ないもんはないんですよね。それで、このなぜないかっていうのは、まずマニュアルをどうやって作ったらいいかっていう話なんですよね。うん、一般的に考えれば、要は営業であればね、まあ営業マンの方を集めて、まあ仕事のね、手順だったりとか、どういったスキルが必要だとかって、まあいろいろね、作んないといけないんだけど、そもそもそんなことをしてる時間がないっていうのが一点と、仮に時間があってもですよ、まあ作れないですよね。それの専門家じゃないですもん、そもそもが。うん。ということで、なかなかね、社内で作るってことは、ないんでしょうね。しかしね、正しい営業の教育だとか、そういうのをきっちり受ければですね、マニュアルってそんな難しい話はないと思うんですよね。で、営業マンが集まってマニュアル作ろうと言っても、一番困るのは、各営業マンの営業手法がバラバラだってことなんですよ。うん。なぜかって言ったらマニュアルがないからそういうことなんですよ。個人任せにしてるから。ところがマニュアルがあれば、おおよそそのマニュアルがベースになるので、ほぼほぼ方向性とか細かい、下手すると細かいところまで同じなので、どんどんこうね、営業手法は統一化されていくし、まあその中で PDCA サイクルを回せば、どんどん精度が高くなっていくことが、考えられますよね。ですのでですね、これからはですね、経営でマニュアルも必須なので、まあ至急ね、いろんなマニュアルを作った方がいいんじゃないかなと思います。22日水曜日、仕事のやり方が変わるとオフィスも変わるっていう話ですね。オフィスのね、スタイルもいろいろ変わってきてます。例えば1970年までのオフィスは、まあ、オリンピックケーキとかね、イザナギケーキ、作れば作るほど売れるという大量生産の時代だったわけですね。まあ、こういったの時は業務を管理するための、要はオフィスだったわけなんですね。ですね、上司が部下を後ろから見ることのできる座席配置がですね、この時代のオフィスの特徴でしたよね。で、2005年までのオフィスっていうのは、物の需要が徐々に低下し、より質とかスピードなどの付加価値が求められた時代なんですよね。うん。まあそういったところはですね、
まあ、専門文化っていうのかな。要は、部署ごとにね、もう部屋を分けてっていうね、広い、スペースのところにいろんな部署があるんじゃなくて、もう部屋を分けて部署ごとに仕事をするっていうのが流行りました。で、2005年以降のオフィスっていうのは、IT の発展から需要の多様化、ネットワーク化、で個人や一企業では答えが出せない時代に突入したと。また若い世代中心に、まあ、試験活力が衰退し、仲間欠乏、一体化欠乏が高まる時代になったんですね。まあそうするとまたワンルームオフィスみたいなね。で、フリーアドレスでどこに座ってもいいよみたいな、まあそういう風な感じでオープンイノベーション化っていうんですかね。あとは競争ね、共に作るっていうね。まあそういう概念が導入され始めてると、まあこんな感じでですね、仕事のあり方だとかスタイルによってオフィス環境もですね、大きく変わってきてるんですよっていう話です。23日木曜日、アマゾンにできないことがないような気がする。うん。本当に私そう思います。っていうのは、今年の1月24日ですね、アマゾンが月額5ドルで複数の対象医薬品を受け取れるプライム会員の新しい、特典ですよね。これを提供したと。で、アメリカのほぼ全ての州が対象になりますってことですね。高血圧とか胃酸逆流など80を超える一般的な疾病に対応するジェネリック医療品がこのサブスクの対象に含まれるんだそうです。うん。で、5ドルには配送料も含まれるってことなんですよね。要約すれば、月額5ドルを払うことで一般的な疾病に対応する80余りのジェネリック医薬品を購入できるってすごいサービスですよね。うん。さらにはですね、一般的な疾病を対象にオンラインで臨床医による問診を行うアマゾンクリニックも開設してるっていうんですね。まあ、ついにですね、本格的にですね、医療の世界にもアマゾンが参入してきてます。いやどうなることやらっていうことですけども、まあ、今後ね、アマゾンのまた動きに注目したいと思います。24日金曜日、人間の仕事がまた一つ減ってしまった。そうなんですよ。この AI の登場ね。今月もうね、2、3回紹介してますけど、チャット、GPT のね、この AI の登場によってですね、どんどん人間の仕事がね、減っていきます。それで、まあ、この23、4日に紹介してるっていうのは、チャット GPT にメールマガジンを配信したいと思ってますが、うまくいくコツを教えてくださいって尋ねました。そうしたらですね、いっぱい、帰ってきましたね。まずはメールマガジンを配信する上で重要なことっていうことで、1番目がターゲットとなる リードリストを作成する。2つ目はコンテンツを作成する。3つ目はタイミングを調整する。4つ目は AB テストを行う。最後はメトリックを追跡するっていうことなんですけども、まあ、こんな箇条書きじゃないですよ。もっと詳しく書いてありますからね。本当は。まあ、こんな感じですね。もうね、なんていうの？ノウハウとか、そういうのは、チャット GPT に行けば、そこそこのものはもうこんな感じで出てきますんで、まあ、これを利用しない手はないでしょうねってことです。25日土曜日、商品が売れないのは売り方の工夫が足りないってことですね。いや、本当そう思います。正攻法なね、売り方で、その、売れるものもありますけども、なかなかやっぱ難しい時代ですよね。それで、ツイッター見てたら、スーパーの小田急ストアってありますよね。そこの入り口に、ね、置いてあるカートの写真がね、ツイッターに載ってたんですよ。で、カートには石狩鍋が作れるカート。こちらのカートには石狩鍋のレシピの具材が入ってますと。で、鮮魚コーナーで本日チラシ掲載の広島産の加熱用カキ 100g、あたり358円と秋鮭の切り身3切り入り598円。で、お好きなお豆腐。これを買い足し商品を入れて普段通りレジまでお持ちくださいっていうポップが貼ってあるんですね。もうカートの中にはさ、鍋のね、つゆだとかいろんなもう野菜とかが入ってるんですね。あとはだから生鮮のその牡蠣だったりとか秋鮭とか豆腐ね、それを入れればもうそれだけで石狩鍋が簡単に作れますよっていうね。すごいですね。もう半分準備してあるんですよね。まあこれも売り方の工夫ですよね。26日日曜日、今日は営業マンの質問にお答えしますが、というね。ですね。まあ、営業マンの質問に答えるって言っても、実はですね、私がですね、答えてるんじゃなくて、またチャット GPT が答えてるんです。
もう本当にね、いろんなこと答えてくれるんですよ。例えばね、営業成績を伸ばすために何をやったらいいでしょうかって聞けばね、ちゃんと答えてくれます。ターゲット顧客を明確にする、プロダクト、サービスの研究を行う、営業スキルを磨く、フォローアップをする。もっと詳しく書いてありますよ。まあこんな感じですね。チャット GPT はですね、我々人間の質問にですね、しっかりと答えてアドバイスをしてくれます。まあただですね、今問題になってるのは本当にそれって当たってるのかどうか、まあ真偽のほどってやつなんですけども、まあそこのところは別に保証されているわけではないので、そこを見極める必要があります。しかし、Google とか Yahoo で検索する、手間を考えればですね、これはもうね、革命ですよね。で、今、検索のやり方も、このチャット GPT の登場で変わるんではないかって言われてますね。まあそんなことでですね、Google が非常に焦っているというようなニュースも入ってきております。27日月曜日、意外な売れ方をしている商品はありませんか？今日はですね、ワークマンの話ですよね。もうワークマンね、非常に注目されてますけども、ワークマンではですね、一応ポスレジの管理ですね、もう当たり前なんですけども、ただし、異常な売れ方をする商品ってあるんですって。そういった商品が発見された時は、ちゃんと現場に行ってね、どういう目的でこう購入してるだとか、どんな場面で使ってるっていうのをちゃんとリサーチするそうなんですね。例えば、溶接業務のね、作業着で、綿かぶりヤッケっていうのがあるそうなんですけども、これは、火の粉が飛んでも穴が開かないような、まあ、ヤッケなんですね。それで、これがね、なんとキャンプやバーベキューをする人に爆売れしました。年間5000着のね、販売量が1週間で2万枚超も売れたっていうことなんですね。で、現在は女性でも着やすいように仕様変更して、綿アノラックパーカーという名前で販売しているってことなんですね。まあ、こんな感じで、ね、年間で5000枚しか売れないのが、わずか1週間とか2週間に2万枚売れたらですね、もう爆売れしてるんだ。変だなと思いますよね。こういうのはしっかり現場まで足を運んで、今言ったように分析して、で、また新たな商品の開発につなげてるっていうね。まあ、こういったところがですね、まあ、ワークマンがね、これだけ快進撃を続けている要因の一つではないかなと思います。28日火曜日、ダメなものはダメ。身をもって経験させる。そうなんですよ。新卒社員にね、どういうふうなですね、対応したらいいかわからないっていう方、いっぱいいらっしゃいます。はい。そうなんですよね。それで、まあ、上司のね、どういうふうな対応するかによって、部下の人生をですね、もう決めてしまうみたいなことって結構あるんですよね。よく言うじゃないですか、社会人になった時の初めての上司、その人が厳しい人か厳しくない人かによってですね、その後のビジネスマン人生が決まってしまうと言われているような感じですよね。なので、まあね、この辺はですね、僕はピシッとね、ダメなものはダメって言った方がいいと思うんですね。為末さんって知ってます？陸上やったね、400メートル、ハードルですかね。その日本記録持ってるね、為末大さん。で、為末さんがですね、まあある時チームメイトに遅刻癖がある人がいたそうなんですね。で、大事な試合の時チームメイトはね、なんと遅刻してしまったんです。で、先生は遅刻したこの人にね、試合には連れて行かず、置いて行ってしまったそうなんですね。で、今だったらこのような強行策が、まあ、できるかどうかね、わかんないし、ね、問題になるかもしれないですね。で、このチームメイトはね、その後ね、遅刻しなくなったとそうなんですね。うん。まあ、わかったんでしょうね。ああ、遅刻って本当ダメなんだなっていうのがね、許してもらえないんだと。まあ、身をもってわかったってやつですよね。まあ、これはきっちりとですね、ダメなものはダメっていうのをですね、もう行動で示したから、このチームメイトはね、当たり前の方向にね、行ったんですよね。まあそうやって考えるとやっぱりね、ビシッと言わなきゃいけない時ってのはありますからね。まあ、そんな時のための参考にしてください。29日水曜日、営業パーソンの勉強嫌いは本当なのか？そうなんです。私、営業のコンサルとかセミナーに行くとよく聞くのが、過去1年間で営業関係の本を読んだり、セミナーに参加したり、教材購入して勉強したことになる人はいますか？はい、って聞くと、まあ10人いれば、一人上がればラッキーって感じなんですよ。それほどまでに勉強しない。うん。まあ、このぐらい勉強しないですね、ビジネスマンが多いっていうのは世界のレベルから見ると日本ぐらいのもんですよね。他のところはもっと勉強しています。うん。まあ、それでね、
もうね、どう言ったらいいんでしょうかね。昔みたいにね、まあ、そんな考えてない、とりあえず行動するよとかね、うん。そういうのがね、やっぱ通用するような時代じゃないんですよね。何も知らずに無知のままね、とりあえず行動だと言ってね、なんて効率が悪いこと言ってんだ、この上司と思われるだけなんですわ。うん。だから、まあ、下手すと車輪の再発明になりかねないってことですよね。5合目から登れるのになんで、1合目から富士山登んなきゃいけないんだって話ですよね。うん。まあ、そんな感じで、今のね、若い人っていうのは、まあ、本とかセミナーとか YouTube ね、情報収集いろいろやってるんで、もうだから、なんだろうな、いきなりやれなんていうのは通用しません。はっきり言いますけども。それで、本を読むとかね、セミナーに参加するとか、教材で勉強するなんてのはもう当たり前だと思った方がいいと思いますよね。そして、もう一個いいことがあるんですよ、実は。本読んだり、セミナーに参加したり、YouTube 見たりするっていうのは、例えばね、普段、こう、会社に行って、上司だとか、同僚と部下とかね、話をしてて、まあ、お客さんでもいいですよね。そういった情報でも、絶対に私の周りではそのレベルまで行ってないよなっていうさ、人が多いじゃないですか。ってことになったら、やっぱり YouTube でものすごい情報を持ってるとか、ハイレベルなことを言ってる人とかいますよね。本だってもちろんそうですよね。だから、そういったもんは、なんだろうな、全然、情報として取り入れた方がいいと思うんですよね。人に会って聞けばいいっていう話ではないっていう話です。30日木曜日、このままではまずい。若手社員の大きな不安。うん、そうなんです。今の若手社員はですね、将来に不安を抱えています。なぜか。ですね、若手社員を対象にした調査によると、現在の職場は緩いと感じている人が全体の3分の1以上に上ることが明らかになったと。さらに、叱られたことがない新入社員はなんと4人に1人。いや、すごいですね。なぜこういうことを、思うかって言ったら、いや、誰もほら、会社辞められるのが嫌だから、上司の人も会社でも強く言わないじゃないですか。さっきのね、ダメなもの、ダメの話じゃないんですけども、ところが、世の中見渡していくと、そんな社会情勢でもないですよね。うん。もうさ、右肩下がりの経済で給料は上がらないって言われてて、1年先は闇。一生面倒見られないからさ、副業やってよやってよなんて言ってるような環境の中で、本当に緩いことやってていいのかっていう話なんですね。いや、で、我々この会社に勤めて緩いこと言われて叱られたこともなくって、どうなるんだこの会社なくなったらみたいなね。足腰どんどん弱ってるしって、まあそういう自覚があるってことでしょ。まあこれね、若い人が気づいてるってのは非常にいいことだなと思いますよね。なのでやっぱり若手社員の将来考えて、若手社員が成長できるのはちゃんとね、足腰強くなって成長できるようなことを考えていかないといけないってことじゃないかなと思います。31日金曜日、社員の平均年収2183万円、その秘密は、そうです、この年収を聞けばお分かりだと思いますよ、キーエンスですね。確かコロナ前はですね、1700万ぐらいの年収だったと思うんですけども、気がつけば年収400万円もアップして2183万円になっています。平均ですからね。まあですね、怪物ですよ、キーエンスは。はい。で、キーエンスの中でね、商品開発で語り草になってるのがね、蛍光顕微鏡っていうのがあるんですね。まあこれ蛍光顕微鏡っていうのは当然ですね、先行してる競合の商品があったんですけど、キーエンスが大逆転をしたってことなんですね。はい。でね、従来の蛍光顕微鏡っていうのは、まあこれ暗視で使うんですよ、蛍光顕微鏡だから。これが常識でしたと。で、背景に無駄な明るさがあると、正確に観察できないからっていう理由なんですね。で、キーエンスはここに目をつけたわけなんです。なぜ部屋全体を暗くしなければならないのか。資料と対物レンズがあるエリアだけを筐体で囲んで周囲の光を遮断すればわざわざ暗室で観察しなくてもいいと考えたわけですね。つまり明るい部屋で作業ができれば効率と上がるに決まってますよね。で、分析全体の時間を短縮できるっていうね。で、キーエンスで営業とか商品企画を担当した経験を持つコンセプトシナジーの高杉さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、開発をした要因をこのようにね、分析してるってことなんですね。うん。顧客にニーズ聞きに行くと、もっと分析の速度を上げたいっていう声がね、上がるはずなんですね。で、ここね、装置が、
動いて分析結果を出すまでの時間だと捉えると、あのカメラを高スペックのものにするだとか、高速な解析ソフトを開発したりと、使用上の数値を良くする方向で改良を進めがちなんですけども、しかしこれではすぐに競合もね、真似してくる。そして結果的に価格競争になるってことですね。これに対してキーエンスは、測定作業にかかる時間全体という捉え方すれば、そもそも暗室で作業が分析全体の効率を落としているという切り口が見つかるかもしれないっていうね。まあ、これがキーエンスがこだわる潜在ニーズってやつなんですね。はい。なんで、キーエンスは潜在ニーズを特定するような視点で、やっぱり発想してる、ビジネスをしてるんですね。その結果、平均年収が2183万円だというお話でした。まあ、今月もですね、いろいろね、紹介しましたけども、いよいよですね、3月暖かくなってきます。ビジネスも盛んになるかと思いますので、今月もですね、ぜひ、目いっぱいですね、ビジネスを行ってください。我々も応援しています。今月もありがとうございました。